はい、これがね SV3 っていう、スーパー V3、 まあそういうスピナーベッドです。これまあちょっとこれね、まだプロトのプロトなんで、まあデザイン的にはほぼ完成なんだけど、まあまだもっと顔が綺麗になってます、美人になってます。これ一見ね普通のスピナーベッドに見えるんですけども、スピナーベッドも普通が一番、これはね言っておきます。まあ過去にいろんなスピナーベッドが出てきました。まあ実際まあ僕も初めて使ったスピナーベッドっておそらくスタンレーだと思うんですけど、まあスタンレーが出てきて、その後まあトルネードってこうプレートがかくって回ってぐらーって回るやつ、よく釣れたんですよ、よく釣れたんですけども、やっぱりスピナーベッドってまあもともとそのスピナーベッド自体こうちょっと他のルアーに比べてこんなの釣れるのって思うアイテムの一つじゃないですか。だから僕も最初はちょっとこれ使いづらかったんですよ。で、まあ、スピナーベイトってすごく使いづらいルアーだな、実際初めて釣るまではなかなか取り込みにくかったルアーの一つです。で、まあ、それもあって、まあ、実際スタンレーしか持ってなくてスタンレーだけ投げてて、それ何匹か釣ってスピナーベイトもうこれでいいやぐらいに思ってたんですけど、まあその後に知り合ったのが、知り合ったっていうか知ったスピナーベイトが V3 ミッチ、まあおそらく魚の顔したスピナーベイトってあれ初めてだったんじゃないですか、世の中で。まあ、他にもあったかもしれないですけど、僕の記憶ではもう見るからに魚の顔してたんで、このスピナーベイトならこういう針金がなんか使えるなって思って V3 ミッチを買った記憶があります。で V3 ミッチ買ってから結構インバルマとかで釣りまくってスピナーベイト好きになっていったんですけども、まあ、そこからいろんなスピナーベイト使うようになって、さっき言ったトルネード使ってみたりとか、まあブレードが段差になってるもの、アームが段差になってるものとかいろいろあるんですけども、使っていってるんですけど、やっぱこのスタンダードの形、まあ、これが一番いいですね。この形が変わらないです。でこうあとまあこれに最近の流行りの細軸ワイヤーとかもあるんですけども、まあ、今回のこの SV3 は太軸です、ワイヤー径1ミリっていう、1.0 っていうワイヤーを使ってます。これ多分他のメーカーのスピナーベッドに比べると相当太く感じると思います。で、まあ、最近はバイブレーションを伝えるために細軸にして、バイブレーションがこうバイブレーション、これがバーッとブレードすることによってバイブレーションが手元に伝わりやすくするためにこうワイヤー径を細くしてるんですけども、それによってどうしてもファイト中の壊れやすいとか、一匹釣ったらもう曲がっちゃってるとか、まあ、そういったこともありました。実際にそういう現象は僕は嫌いです。一匹釣って、まあ、ワイヤーを気にしてもう一匹投げてこれ大丈夫かなと思っている時にキロ500ぐらいで来た時ってもう不安しか残らないじゃないですか。まあ、実際ぶち折れて魚ばらしたことっていうのは過去に1回あるかないかぐらいなんですけど、でもやっぱり嫌ですよね。でこれ何度も何度も手で直してるうちに、このここからパキッと折れたことは過去に何度もあります。キャストしたら無駄つになって飛んでいっちゃったとか、こうやってバーって開いちゃってるのを直した瞬間パキッと折れて使えなくなっちゃったことは過去に何度もあって、まあやっぱちょっと太軸のものっていうのは実際自分も求めてました。ただ太軸にすると欠点としてバイブレーションが伝わりにくくなります。まあ、今回はそれを補正するというか、それに合わせてブレード、これがブレードに特徴があります。見てもらっている通り、ちょっとブレードの真ん中に線がありますよね。これよく後ろから見ると分かるんですけども、こうやってこう谷になってます、山になってるんですね。こっちから見ると谷になって、ここに明瞭なこの境目があることによって、こっち面とこっち面で違う水の受け方するんですよね。これによってこのブレードはよく暴れやすい、まあ、それによって強いバイブレーションを生み出すっていうことで、まあ、強いバイブレーションを生む、まあ、ワイヤー軸の太い、スピナーベイト、まあ、これが実現してます。で、まあ、もう一つの特徴としてはこのヘッド、まあ、かなりの下重心になります。まあ、スピナーベイトってこれ、ね、やっぱ何かに当てて使うことも多いと思うし、今中層をただ巻いてくる場合もあるんですけども、スピード感ってあるじゃないですか。早く巻いたら釣れる時、このスピナーベイト結構早く巻くって肝で、まあ、実際これプロトを使わせてもらった時に、伊藤社長といったダムで結構目の前でボイルしたんです、バスが。でもそのボイルを何人もの人が、おかっぱりの方が狙ってるんですね。まあ、ノーシンカー狙ってみたり、トップボーダー狙ってみたり、いろんな人が狙うんですけど、誰も釣れてないんです。2時間僕らがルアーをテストしてる間、一匹も釣れてなかったんです。で、スピナーベイトの、このスピナーベイトはものすごく早く巻いても、アクションが破綻しなく、バランスも崩れないからやってみて、プワーン早く巻いたんです。でも、どんだけ早く巻いても、ギア比 7.2 対1のリールテンポ、これぐらいで巻いてても全然いい感じで泳ぐんですよ。でもこんなに早かったらさすがに食ってこないかなと思ったけど、いや、このルアーはそれでも食ってくるよって伊藤社長が言うんで、じゃあボイルでやってみようって、ボイルの前にパンと入れたら一発食ったんですよ。で、すごいなこれ実際にスピナーベイトでボイルを打つ、ボイルってどうしてもノーシンカーとかノーシンカートゥイッチとかミノーとか考えちゃうじゃないですか、トップウォーターとか。でも結構ね、早巻きだったら効果的だなってあの時思いました。で、普通
それが釣れないと思う方はね、あのスピナーベルト早く回るときスピナーベルト横になっちゃってるんですよ。よくこういうスピナーベルトを使いの方はそれ釣りにくいと思います。やっぱり早く巻いても縦にずっと泳ぐ、綺麗にこの状態を保って泳げるかどうかっていうことがスピナーベルトの一番大事なことだと思います。それから障害物に当たってもその時どうしてもこうやって抜けますよね。抜けた後もこのまま泳いじゃないですぐ立ち上がること、これがとっても重要です。そのためにこうヘッドが下重心に、かなりの下重心になっている、これがまあこのスピナーベルトに込められたもう一つの特徴ですね。あとはこのラバー、この平面のラバーが入っている、まあ、これによってトレーラーつける必要がない。トレーラーつけるとどうしてもこのルアー自体が重たくなってしまってやっぱりこっちに重心を取られてしまうんですよね。で立ち泳ぎっていう現象を起こしてしまうんです。でそういったのを防ぐためにもやっぱりこの辺はスマートにしておきたい。でもやっぱりトレーラーにワームつけたりとかちょっとなんていうかこう長さが欲しいなという方はこのラバーがトレーラーの代わりになる、まあ、こういったもう正直このまま投げてもらえる完成された形になってます。まあ、もちろんワームつけたい方はねこうワーム用のワームキーパーがついてるんで、まあ、こういった感じで使ってもらえる、まあ、どんなフィールドでもオーソドックに使ってもらって結構ラフな使い方でも、耐久性の強いっていう、まあ、そういう、スピナーベイトです。小森さんが大会中でスピナーベイトを入れるってのはどういう時、はい、あったりしますか。そうですね、まあそのスピナーベイト試合中で使うケースっていうのはやっぱりありますね。今思い起こせば2012年の50の最終戦北浦戦、3回目のタイトルを取った時ですね。この時最終戦確か初日の1本目と2本目はスピナーベイトで取ったと思います。それから、一昨年2018年の北浦戦、6月の試合でしたかね。これも2日目トップ8出して最終的には4位っていう順位だったんですけど、これも2日目のトップ8は初日トップ8だったんです。これ全部スピナーベイトですっていう感じで、スピナーベイトは結構出番があります。どういった時に使うかというと、ベイトが結構散らかってるんだけどバスがベイトにボイルっていうことをしてないとき、ボイルが頻繁に起こってるときはワームとかで釣れちゃうんですよね。他のクランクみたいな。ボイルがないときっていうのは魚をやっぱそこでボイルを起こさせたい、要はここで食いなさいっていう場所に魚を寄せなきゃダメなんですよ。だから冬場よくアラバマが釣れるっていうじゃないですか。アラバマリーグが釣れる冬場に釣れる理由っていうのはバスが基本的には活性がちょっと低くてベイトの群れの下にちょっと滞在してるんだけど食いきれない、だからベイトもどこで食われるかわからない状態で泳いでるんですよね。ある程度ごちゃっと固まればバスはそっち向いてくれるんですよ。その状況を演出するためにアラバマリグっていうのが冬場効果的だって僕は考えてます。まあそれと同じである程度魚を寄せたい、寄せて口を探したいっていう時にスピナーベイトはものすごく効果的で、まあ、実際今まで北浦線でそういう使い方そういったロケーションの時に使って上位に進出してます。スピナーベイトのライバルで一気にあのチャターベイトってのがなんとなく出てきてると思うんですけど、はい、そことスピナーベイトの小森さんの使い分け投げ分けとかってあったりする？同じところはワイヤーベイトっていう形でバーって巻いて使う時にスピナーベイトとチャターベイト、スピナーベイトは魚を寄せる効果がある、チャターベイトはその場で食わせる効果が高い、まあ、そういう風に考えてますね。なのでいる魚が単体のルアーだとして見に来て食うときはそれはチャターベイトの方が絶対にこういうものがついてないからフッキングミスも少ないですし食わせやすいとは思います。ただ魚がそっちの方を向いてるけどここじゃなくてこの辺を見てるときっていうのはやっぱりこのブレードの効果っていうのは強くてこっちをちゃんと向かせることができるんでスピナーベイトの効果が高いと思います。あとは障害物の回避能力っていう意味でもスピナーベイトの方が高いんでちょっとブッシュが倒れてるとかそういったところを入れていくときはスピナーベイトの方がいいと思います。スピナーベイトって言えば、はい、風が吹いたらスピナーベイトって言われがちですけど、はい、あれについての小森さんの見解っていうかよくあれジンクスみたいにみんな言うじゃないですか。あれね、あの風が吹いてない時は確かにスピナーベイトは出にくいです。ブラッシング強いしバスにこっち見てって言わなくたってバスはちゃんとその時に何かを見てます。ただねこれはね合ってるかどうかは置いといてください。考え方なんでね、風が吹いたらスピナーベイト、風が吹いてなければバズベイトっていう比較として使ってください。同じところを攻めるんでもバズベイト、風が吹いてなければバズベイトで攻めるところを風が吹いたらスピナーベイトに切り替える、それぐらいのニュアンスで考えてください。風が吹いてるからスピナーベイトがいいっていう考えじゃなしに、バズベイトの場所が風が吹いてスピナーベイトに変わっちゃうだけだ、だからスピナーベイトで釣れたところは風がやんだらバズベイトでも釣れるんだ、そういうバズベイトとの比較でその言葉を使ってもらうとものすごく多分マッチした考え方になるんじゃないかと思います。実際これを感じたのは僕がアメリカ行った時に一緒に乗ったプロの方が
バズベイトが大好きで、まあ、バズを投げるんですよ。で途中で爆風吹いてきて、プラの日にでもう6メーターぐらいの風吹いたんですよ。で波ももう前でエレキ踏むのがやっとぐらいでドバーンドバーン波になって、その波の中でパートナーがバズベイト投げるんですよ。で波頭がバズピシャン飛んでくるんですよ。でもこのバズベイトがピシャンと飛ぶぐらいこんなになってるんですけどね、絶対釣れないと僕は思ってたんですよ。でその時にスピナーベイトにチェンジしたら簡単に釣れたんですよ。でまあその時に風が吹いたらスピナーベイトってこういうことなんじゃないかな、これが本当の答えなんじゃないかなって思ったということはありました。風が吹いたらスピナーベイト、それは風が吹かなかったらバズベイトっていう言葉と対比して考えてほしいな。風が吹かない時にワームで釣ってて、風が吹いたからスピナーベイトに切り替えたら釣れるかっていうと、そう単純なものではないよとは思います。ただスピナーベイトを使うロケーションとしては、風が吹いてないところよりも風が吹いてるところの方が釣りやすいかなと。あと風が吹くとベイトが散らばりますよね、風によって。そういった時には効果的かなと思います。やっぱり小森さんなんで、はい、亀山ダムでのスピナーベイトの出しどころをご了承いただけると。はい、リザーバー、特に亀山ダムでスピナーベイトを使う時、まあ、一つは濁った時、濁ってすぐですね、濁ってすぐで、まあ、バスの活性が高い時ですね。濁って落ち着いてくるとバスは濁りに足で動いちゃうんで、こういったもので反応しなくてカバー周りについてたりするんですよ。そのバスがカバー周りまで動ききらない、要は濁り始めにはかなり実績があります。過去にもかなり釣ってます。であとはやっぱカバー周りで、中でもレイダウン、竹が倒れてるとか、そういったところでも使っていってほしいんですけど、レイダウン周りではスローに巻いてほしいですね。着水させてスローに巻くで、木とかこの竹の枝とかに擦りつけるように、ポンって当てるんじゃなくて擦りつけるように巻いてほしいです。そういった時にはやっぱりスローに巻いて擦りつけてブルブルって抜いてほしいです。そういった時にまあその竹周りとかでブルギルとかを見てるようなバスがこのブレードのアクションに反応して出てきてくれれば、口を使ってくれるかなと思います。まあ、そういった使い方がいいかなと。あとはやっぱり風が当たってる岩盤面の中層っていったところでも過去には実績があります。スピナーベイトを使う小森さんのこんなタックルでスーパー V 使うと良さそうだよみたいな、F6 の嘘です、調子とか、はい、ね、僕はスピナーベイトを使うときはこのスタンドアップの FSNC の 65MSE、 これがベストロッターと思ってます。これかビヘイビアを使ってます今までは。で、まあ、これがベストロッターだっていうのは、これね、僕の作ったロットの中では珍しい、このロットはバーサタイルなレギュラーテーパーなんですよ。このバーサタイルなレギュラーテーパーっていうのは肝で、まあ、レギュラーテーパーの竿っていうのは僕あんまり実は作ってないんですね。っていうのはやっぱりワーミングやるときはファーストテーパーの方が扱いやすい。レギュラーテーパーだと1本作ってるのがシャロークランキングっていうロット。でもこれは多分このスピナーベイトをやるには4分の1くらいまでしか多分できないんですよね。スピナーベイトメインになるのはやっぱり7グラムより上、10グラム、それからその1個上ぐらいがまあメインになることが多いんで、まあ比較的もうちょっと重たさのショエル竿の方がいいんですよ。でビヘイビアは別なんですけど、ビヘイビアは若干ワーミングに寄せてるバサタイルなので、若干ファーストテーパーなんです。もちろんそれでもいいんですけど、バズベイトとかチャターベイトはビヘイビアの方が僕は使いやすいと思ってます。ただスピナーベイトはもうちょっとレギュラーに乗せたいんですよね。っていうのはこのアームがある分、バスが食ってきた時にこう食ってくれればいいですけど、こう食った時にこっちに当たってからここにかかるまでちょっとタイムラグがフッキングの時発生するんですよね。それをレギュラーテーパーでうまく散らしてほしいっていうのがあって、こうグンって持ってってほしい、コンガツンじゃらしに。なのでちょっとレギュラーテーパー気味なこのスタンドアップの 65M、スピナーベイトのメインの時はこのロットを船に積んでます。まあこのロットは、まあ、フットボールもできるし、ある程度いろいろなことができるんで比較的まあいいんですけども、まあ、これかビヘイビアか、まあ、スピナーベイトとチャターを使い分けながらやっていきたいときはビヘイビアを積んだりしますね。まあ、そういった感じのロットを選んでます。ミディアムアクションのレギュラーテーパーのロット、これがスピナーベイトに適したロットかなと思ってます。でリールはですね、これまあちょっとIB6 が付いてるんですけど、基本的にスピナーベイトやるときはもう1個早いギアを使ってます。これはこの間ちょっとグランクの取材を行ったままになってるんで申し訳ない、ギア比7を使ってますね。スピナーベイトちょっと早巻きで使わせてやることによって取れる魚も増えてくることがあるんで、6じゃなしに7でいいと思います。ラインはね、比較的太めを使います。まあ、実際こんだけのルッドワース、正直これを魚だと目視では認識できないです。なのでこの前についてる糸が細ければ細いほどいいとは思わないです。なので
12ポンド、14ポンド、場合によっては16ポンドくらいでいいと思います。あまり細くしすぎないのも、スピナービートを使うときの、一つのコツですね。まあ、今回これ12が巻いてあります。メガバスから出るこの、SV3、CC のスピナービート。まあ正直ね、こうやってメガバスのキャップかぶってメガバスのサポートプロの僕が言うと、メガバスだから言ってるんでしょって言われがちなんですが、僕は使いたくないもの使いません。これはずっと言ってることです。使いたくもないねもんっていうか、実際ね、魚が釣りたいんですよ、何よりも。その上でやっぱり自分が釣りたい、だからこういうルアーが欲しい、だからこういうルアーを作ってほしいってことも伝えてきている。その中でやっぱりメガバスっていう会社が出してきた答えがこのスピナーベイトであるならば、これをどんどん投げていきたいと思うし、実際これを、まあ、実際プロトで使っていった中では、まあかなりおすすめできるものじゃないかなと思ってます。このブレードとかも回してもらえれば分かりますけど、すっごい今まででないギラつきで、このブレードを巻いてもらったら、ちょっとひょっとしたら、さっきちょっとクランクベイトの逃げなかった、ハードルアーについてこういうところに疑問があるんじゃないかなっていうことがひょっとしたら見えるかもしれない。僕は見えるんですけどね、知ってるから答えを。そういうこのブレードにもかなりの疑問とかなりのポイントがあります。使いやすいスピナーベイトなので、ぜひ使ってもらいたいなと思います。